画面の前の皆様こんにちは、うつごです。今回も、エボルブやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、前回の続きで、オフラインのソロプレイで、今回はトラッパーをやっていきたいと思います。はい、これが、サポートのキャラ選択画面ですね。では、今回、サポートのキャラで使っていくキャラクターは、これでいきましょうか。エイブル。まず一つ目の武器が、カスタムショットガン。その通り、ショットガンですね。近くで威力が上がりますね。二つ目がステイシスグレネード。グレネードなんですが、当たると、爆風が当たると、モンスターの動きを、遅くさせる効果があるグレネードですね。そしてトラッキングダートピストル。これは、モンスターに当てると、その、モンスターの姿が、ピックアップされる弾を発射する武器ですね。それと同時にですね、それを、自然動物に当てると、マークがつきます。そしてそれを、モンスターが食べると、その食べたモンスターも、ピックアップされるという、もう追いかける、ね、のには、十分役に立つ武器ですね。そして、トラッパーの、固有アイテムのモバイルアリーナ。これはあのエネルギーでドームを作り出して、そこにモンスターが逃げられないように、大きいドームを、張るアイテムですね。ではこのエイブで行ってみたいと思います。さあ、そして、パークの方は、このトラッパーは、メディックの次に、狙われやすい役割となっておりますので、ダメージを軽減するパークでいきましょうか。さあ、そして、味方のハンターですね。まず、メディックは、バルでいきましょうか。さあ、そして、サポートは、他の味方のモンスターからの攻撃を守る、シールドを張ってくれる、このハンクでいきましょうか。そして、アサルトはこのレノックスでいきましょうか。大変大きいロボットに乗った女性ですね。さあ、そして今回敵にするモンスターはゴーゴンでいきましょうか。この雲みたいな、モンスターでですね、糸を、こちらに入ってきて、こちらの動きを遅くする、ゴーゴン、これを、敵のモンスターにします。そして私はこのサポート役のエイブでいきます。では出撃しましょう。How come you're always in such a good mood before we drop, Hank? Ain't no use stressing yourself out, darling. Words to live by. Still, I might be a little worried if I was about to fight a two-story killing machine and my only armor was a beard you could lose a sandwich in. Well, great. Now I am a little worried. Thanks for that, Val. Happy to help. では降下します。ではテイクオフ。足跡が後ろの方に行ってますね。 That way. Birds.
ain't that smart. It's leaving us a trail. こっちの方についてますね。Follow me. Got an albino one here.この猿みたいなのはちょっと恐ろしいんで倒しておきます。Monster flushing those birds. さあ、この辺りにいそうなんですが、あ、ちょっとこっちですかね。あと今回は、デイジーを連れた、マギーじゃないので。探しに行くのは難しいですが、この動物は草食なんですが、あまりしすると電撃を放ってくるので、どこ行ったんでしょうかね。と言いました、ゴーゴンですね。相手の動きを制限する。ゴーゴンしっかりやって、視野に食らえないように。おっと、ここにいました。ちょっとやばいですね。逃げましょうか。おっと捕まってしまいましたが、さあ、あと追っていきましょう。結構食らいましたが、なんとかメディックが直してくれたんで。ステージ2に進化してしまいましたね。グレネードが当たりましたね。近くにいるなら、この
どうも、ありがとう。さあ、黄金が、モンスターの動きを落とさせて、どこ行くのか。逃げられてしまいましたね。しかし、体力をかなり減らすことができたんで、こっちの方に逃げてますね。おっと、このでかいやつには気をつけていきましょう。刺激しないように。襲ってくる動物は基本倒していきましょう。どうも入りましょう。で、グレネードで攻撃を突破しておきます。敵を攻撃よりもやっぱり敵の動きを制限させて、アサルトやサポートを、アサルトやサポートの攻撃の補助ですね。やはりエネルギーのドームを作り出して、モンスターが逃げられないようにするのが一番、やはりモンスター側もかなり嫌がる武器ですんでね。そして動きを遅くするグレネードで、モンスターをピックアップさせる、ピストルも、役に立ちましたね。はい、今回は、エボルブ、今回は、ハンターを使いまして、ソロプレイやっていきましたが、いかがでしたでしょうか。あまり、トラッパーは使わないので、プレイしながらちょっと混乱したりもしたんですが、なんとか、モンスターを倒せました。次回は、モンスターをやってみましょうか。さすがにモンスターもたまにはやってるんですが、よくコンピューターのハンターにボコボコにされて、負けることが多いですね。次回、
このエボルブの、実況動画モンスターで頑張っていきたいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。今回ありがとうございました。いつもでした。